急にっていう言葉。ここが多分ここかだと思う。本当だ。この壁がなんか結構特徴的というか、分かりやすい感じがありますけどね。そうするとここの奥で、ここの奥、奥か、うん、奥でにいるのを見張ってる。そうだね、まあ、若干ゆうきくん見てる見てる疑惑ありますけど、うん、入ってそのまま奥まで進んで、うん、階段が出て、そうだね、多分ね。はぁ、あるよ。携帯トイレ持ってったの、うん、ここにロケハン来てさ、うん、ここなんか見えにくいからここでトイレさせようぜみたいな話になったんだろうなって想像すると、ちょっとあれだね、楽しいけど、楽しいんだ楽しいんだね。ここで勇気座っちゃってさ、ちょっと見る感じでちょっと見る感じ見てないから。はい、何それ。じゃあこれからグッズ。いやいやいや、雨かしょんべんかわからんわ。もうワイドな受け口、たっぷりシューニッシューニッっていう言葉、俺初めて見たよ。もうお得よ3個入りだから、みんな1人1個。そんなつもりやんか。なるほどね、1人、うん、仲良くここで出ませんよ、これはさすがに。まあでも実際ね、震災とか起こった時にトイレとか混んだりとかするか、まあ、うん、こういうのを日頃から持ち歩くのとかも。そうだね、うん、てかもうなんかこれってさ、このまま売ってるよね。あ、確かね、もうある、セットである、セットでね、うん、だからもう一家に家族分用意機内用もした方がね、安心だわな。なんか外出してる時、そうだね、そういう時はやっぱ持ってないから、うん、自分のバッグもうみんなさ、これをカバンにすればさ、常に、そうだね、賢い、うん、日本はこの緊急のみんなパパ使ってます。すげーアメリカ人も信じちゃうよ。アメリカ人も買っちゃうからね、下手したらこういうブランドできちゃうからね、外国とかにこのまま行っちゃったらね。非常、ブランド非常、はい、一応それらしいところというか、まあその一致合致率、うん、まあ、割と 80% 以上で合ってるよね、うんうん、どこも。かなり。ただこのベンチだけがない。そうだね。うん、背もたれを書いたってことはやっぱ、うん、背もたれがあるところがあるんだろうね、うん、どっかにベンチ。あとそのベンチであれじゃん、兄弟で喧嘩して、そうその駐車場のところ、うん、で駐車場もちょっとここら辺で見当たらないから、うん、もしかすると喧嘩して行ける距離で結構近いから、そうすると別なさっきのプリンスの方に一緒にあるのかもしれない、うんうん、なるほどね。そっち側行きますか。じゃあね、とりあえずはい、どうし、降ります、降ります、